パパパパジャマでニュース。イエーイ。はい、私たちサンミューです。この番組は私たちサンミューが今流行っていることや時事的なことをサンミュー的に解説して情報を提供する番組でーす。はい。というわけで今回の担当は木下彩菜と石田のみすと中山さえです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今回のテーマはせーの、宝くじ。みんな宝くじって買ったことありますか？もうないです。聞いたことはある？聞いたことある。この間もね、年末そう年末ジャンボ宝くじっていうのがあったと思うんだけど、1年間にどれくらい売れてると思う？売れてそうやっぱ500億円ぐらい。そんな、その桁を越してですね、さらに1年間で約1兆円売れてるんです。すごいよね。そう、宝くじの使われ方、売上金の使われ方って気になんない？じゃじゃーん、うん、宝くじの売上金の使われ方です。はい。おー、学校みたい。ありがとう。じゃあね、じゃあ、はい、お願いしながら。 46.3% はじゃん、当選者に当選金が6億円当たるよ。当選金、どれくらいの確率で宝くじ当たるか分かる？1/3。一等が当たる確率は、みんなのお家にあるお米って10キロくらいなんだけど、100キロのお米の中から金色のお米を一つで引き当てるくらいの確率。そう、だから目隠しして100キロのお米こうやってやって、はいって、そう、それぐらい、すごいでしょ。すごいね。そうだよ、それを当てるんだよ。それぐらいの確率しか当たらないの、宝くじ。それでも買う人がいるから、みんな平等にそうね、当たる確率が、そうだよ、わざわざするでしょ、なんか夢が持ってるからね。そうね、買いたくなるでしょ。そして最後の 41.1% に使われているのは収益金。収益金、うん、儲かったお金っていうのかな。各都道府県の地方財政のために使われたりするんだけど、地方財政って分かりにくいでしょ。分かんない。私たちが今住んでる東京で言えば、街をきれいにしたり、公園とか道路の整備とか、あとは子育ての支援に使ったり、困った人のためにね。そう、最近で言うとその東日本大震災の復興支援にも使われてそうなんだね。収益金からすごいでしょ。 そもそも宝くじの元々のコンセプトがね、国民が持ってる余計なお金を地方財政のために使いましょうっていうコンセプトなの。へー。宝くじギャンブルっていうイメージがね、意外とあると思うんだけど、賭けとかね。そうそう、本当は困っている人のためにちょっとでもね、みんなでいらないお金、余っているお金とかを回していこうっていうコンセプトで作られたんですけど、そう、ちょっと宝くじのイメージ変わった。変わった変わった。ちょっと買ってみたいと思った。思った。それでは妄想タイム。はい。ということで妄想してもらいたい。そうです。はい。本当ですか？ちなみにサイピは何する？2億円取ったら。2億円取ったらおせんべい買います。2億円分。2億円分。そうだね。あとはちゃんと貯金をする。真面目。個人で当たった。いや、サミューで当たった。サミューみんなで使う。とりあえずワキワキして、みんなでどっか行こうとかじゃなくて、とりあえずワキワキしてみんなでどっか行く。ワキワキしてからどっか行く。ワキワキしてからきっちりしたい。サミューのトラックを作る。あー、いいこと言った。いいいい、さすが。いいこと言う。サミューの豪邸を作る。豪邸、大きいサミューの家を作る。そういうことで私たちが住む。そう、レッスン場も設備だから。あ、いいね。そう、そう、ここで豆知識なんだけど、海外でアメリカンドリームっていう宝くじがあるんだけど、この当選金額が531億なんです。当選額がすごすぎ。531億円だよ。500万円札何枚って感じじゃない？もう分からないね、何ができるかなって。逆にね、何に使ったらいいか。みんな、それ当たった人が何に使ったか気になる。当たった人、これに当たった人はですね、
未だ引き換えに来てません。やばやばいよね。じゃあ、マメリン、宝くじとは？人の役にも立てるし、自分に夢が持てるもの。おー、ありがとう。マメリンって言った。マメリンって言った。ちょっとマメリンって言った。マメリン噛んじゃった、ちょっと噛んじゃった。マメリンのお家にさ、その全米で一番高いやつ、宝くじの当選したやつがあったとして、みんなで妄想しようか。どうする？531億円にしよう。なんかキリン買いたい。キリン、キリン、なんでなんか家にキリン買ってたら面白くなかよって言ったの。え、なんで？やだ、壊れちゃった。ダメだよ。カバだから、大きい動物を飼いたい。家によってどうだよね。そんなやつよ。向こうに置く電球とか、そんな電球どうやって買えるの？乗っかってこうやって。どんな大きいのお家で